どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、先日の緊急事態宣言に伴ってですね、 ANA と JAL が特別対応を、発表しておりますので、こちらの対応とですね、 GoTo トラベルキャンペーンの、キャンセルについてね、解説していきたいというふうに思います。それではまず ANA からですね、1月7日緊急事態宣言に伴う特別対応ということで、国内航空券の変更払い戻し手数料無料ということを発表いたしました。こちらの詳細ですね、対象の搭乗日は2021年の1月8日からですね、2月の7日まで、対象の航空券は国内線の全路線、手数料無料というふうになっておりまして、変更払い戻しに関しては2021年の1月8日以降の変更払い戻しが対象というふうになっております。今回の特別対応ではですね、対象エリアは国内線全路線ということで、東京、埼玉、千葉、神奈川だけでなくですね、国内線全路線が対象というふうになっております。また変更キャンセルは ANA のウェブサイトから手続き行うことができるっていった形になっております。でですね、 ANA から直接購入しているものに関してはですね、 ANA のウェブサイトから手続きするわけなんですけども、旅行会社等々から購入した場合は販売元の対応っていった形になりますので、こちらも覚えておいていただけたらなというふうに思います。でですね、今回の特別対応についてはですね、公式サイト概要欄に載せておきますので、詳しく見られたい方はですね、こちらチェックしていただけたらなというふうに思います。それでは次に JAL ですね、 ANA と同じように特別対応を発表しております。こちらの詳細なんですけども、対象期間は1月の8日から2月の7日搭乗分、対象便に関しては国内線全空港の発着便、こちらコードシェアも含むというふうになっております。変更についてはですね、搭乗日プラス30日または航空券の有効期間がどちらが長い方というふうになっております。手数料に関しては変更取り消し無料というふうになっておりまして、手続き開始が2021年の1月8日からというふうになっておりまして、こちらはもう始まっているっていった形になっております。内容に関してはですね、 ANA も JAL も記載方法は違うんですけども、内容はほとんど同じっていった形になっております。でですね、 JAL だけちょっとだけ違うっていった点がありまして、 JAL だけですね、変更に関しては搭乗日プラス30日または航空券の有効期限のどちらか長い方ということで、ちょっと制約ある感じになっておりますので、こちら変更される方は覚えておいていただけたらなっていうふうに思います。 ANA と JAL の変更点は本当にここぐらいかなっていうふうに思っております。それでは次に GoTo トラベルキャンペーンですね。2020年12月28日から1月の11日までの期間はですね、キャンペーン適用が中止っていうふうになっておりまして、また先日の緊急事態宣言を受けてですね、期間を2021年の2月の7日まで延長するという発表がされております。でですね、それに伴いまして、新規既存の予約に関わらず、1月12日からですね、2月の7日までは GoTo トラベルキャンペーンは一時停止というふうになっておりまして、こちら再開自体は今後発表っていった形になっております。でですね、キャンセルについてなんですけども、こちら GoTo トラベルキャンペーンのサイトに掲載されている画像なんですけども、既存の予約で1月7日18時までに予約したものに関してはですね、2020年12月14日の18時から2021年の1月17日までの間はですね、キャンセル無料というふうになっております。でですね、もう支払っている場合に関してはですね、返金を求めることができるっていう記載がされておりますので、ひとまずですね、 GoTo トラベルキャンペーンの予約保有されている方に関してはですね、キャンセル検討している方は2021年の1月17日までに決断するようにしていただけたらなっていうふうに思います。またですね、 Yahoo トラベルなどの旅行会社等々もですね、対応は今後発表されていくと思いますので、予約持たれている方はですね、メール、ホームページこまめにチェックしていただけたらなというふうに思います。私が見た時にはですね、楽天トラベルに関しては緊急事態宣言の伴った掲載っていうのがされておりましたので、こちらホームページ概要欄に載せておきますので、予約保有されている方はですね、こちらチェックしていただけたらなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね、 ANA、JAL の特別対応とですね、 GoTo トラベルキャンペーンのキャンセルについて解説させていただいたわけなんですけども、いやー本当に残念としか言えない状況ですね。早く自由に旅行が行けるように
なってほしいって本当に思いますね。またね、 ANA、JAL ともにですね、1月後半の追加減便もですね発表されておりますので、さらにね厳しくなっていくかなというふうに思っております。またですね、こちら ANA なんですけども、2021年1月現在ですね、こちら対象者限定でプレーンポイントね2倍キャンペーンっていうのは今行われておりますよね。またね、全会員向けにプレミアムステータスチャレンジっていうのがね今行われているわけなんですけども、プレミアムステータスチャレンジの方はですね変更中止とかね基本的にホームページにね記載はないわけなんですけども、このプレーンポイント2倍のキャンペーンに関しては状況に応じてですね中止変更あるっていうのはですねホームページに記載がありますので、こちらねあくまで個人的見解なんですけども、こういう状況になってしまった今ですね、中止とか変更はですね発表されることもね十分考えられるっていうふうに思いますので、2021年に ANA のステータス使用をね検討されている方はですね、この点もね注意していただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボムホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。